こんにちは。どうも。こんにちは。ブンブンハロー YouTube。どうも。本物のヒカキンベテランチです。今日なんですけど、まあ、前回ね、東大の入学式で撮影したんですけど、まあ、その時の動画が賛否両論でして、まあなんだ、若手 TV の方が面白いだの、テンションが低すぎるだの言われまして、もうムカついてます。ということで今日はインタビュー企画第2弾リベンジということで、ハイテンションでやっていきたいと思います。でも今日ね、秘密兵器も用意してます。こちらです。ボロン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 ボーン。琵琶ということでね。面白い話をしてくれた人には琵琶1個100円ですよ。これ美味しいんちゃいます。本日の企画、東京大学の学生さんの個人的ニュース聞いてみたということでね、まあ街頭インタビューの定番浅い企画なんですけど、まあ僕の腕さえあれば腕で素人さんを料理していこうかなと思っております。まあ僕の最近の個人的ニュースだとなんすかね、まあデュエマのデュエルマスターズゆっくり解説チャンネル面白いな、それ見てますね。はい、こんにちは。こんにちは。寒くないの？サンダル寒い。なんか個人的ニュースとかあります？個人的ニュース、バイトを始めまして、調布でキャバ嬢をやってますので、よかったらぜひ。調布で、調布で、調布にキャバクラってあるんですか？まあ、土曜の夜でも3組ぐらいしか最近あった個人的ニュース聞いてるんですけど最近のニュース、うん、面白かったらビワあげるから。俺で言うとデュエルマスターズゆっくり解説面白いとか。いや、しょうもないめちゃめちゃしょうもない。うるさいなお前。5月祭でダンスをやるんですけど、恋するフォーチュンクッキーっていう AKB の歌をやるんですけど。じゃあ東大生3人で恋するフォーチュンクッキーよろしくお願いします。文一中国語トリオで恋するフォーチュンクッキーです。カモン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 ベイビー占ってよ、恋するフォーチュンクッキー、未来は悪くない。いやー、ということでね、素晴らしい盛り上がりでした。ねえ、恋するフォーチュンクッキー、じゃあバイバイ。バイバイ。え、今すよ。え、もうもらったもん。ということで、こちらの東大生2人に来ていただきました。サークルが同じです。何サークル？ダンスサークル。おお、またダンスだ。ロックダンス。もうできるんですか、2人は？いや、こっちはうまいです。ちょっとだけ経験してて。あ、じゃあ一回見ましょうか。一回見ましょう。恋するフォーチュンクッキー。どうですか最近？いや、今はちょっと学診の準備をずっとしてて。はいはいはい。いいっすね、でも髪型。あ、そう、うん。最近の個人的ニュースなんかないっすか？個人的ニュース。はい、最近ラロッカの応援歌を自転車漕ぎながらずっと歌うっていうの。ハマってて。ラロッカ の元オリックスラロッカ、そうオリックス時代のラロッカの応援、カブレラローズラロッカそうっていうのをハマっててちょっと歌ってもらっていいですか？そんな自転車乗りながらってラロッカの応援歌なんか15秒ぐらいで一周しちゃうじゃないですか。なんか YouTube でなんかラロッカ応援歌耐久みたいな10分ぐらいの動画があって、ラロッカ応援歌10分耐久、それ長そうか、50周ぐらいするんちゃう？さすらいの勇者をラララロッカラロッカラロッカゴーゴーレスコラロッカ。自転車乗ってる間ずっとこれなんですか？チャリ乗りながらずっとこれを聞きながら歌ってるっていう。っていう M2? M2 です。渾身の力で跳ね返せ鮮やかにさすらいの勇者よラララーラロッカどんどん声出てる。ラロッカラロッカゴーゴーレッツゴーラロッカ
てて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 、ラロッカラロッカ、ゴーゴーレッツゴーラロッカ、渾身の力で跳ね返せ今鮮やかに、さすらいの勇者よ、ラララララロッカ。東大生です。ミレイさん。サインできました。やっぱファンはね、大切にしないといけないですよね。お付き合いさせていただいているガールフレンドがあって、はい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 、ゴールデンウィークの前半ぐらいに夜家に帰ってきたら、いきなり今から横浜行くぞって言われて、ホテルまでとりあえず向かったんですよ、横浜に、はいはいはい、横浜のホテルに着いたんですけど、予約が取れてなかった。早うく野宿で夜を越すところでした。めっちゃ可愛くない、そんな彼女。あ、可愛い。結構うっかりしたとこあって。ちなみに何で知り合った彼女ですか？高校が同じです。じゃあ今大学は違うけど。あ、同じです。同じ高校から東大来て今付き合ってる。はい、マリ幸せやん。あ、許せんな。結構もう2年半ぐらいになります、ね、あ、じゃあもう大学入る前から。あ、そうです。彼女に一言お願いします。愛してる。愛してるらしい。ビワあげます。いい彼氏持ってよかったね。彼女もね、受かって初めてしたキスどうやった？美味しかった。あの、今東大生の個人的なニュース聞いてるんですけど、友達とカラオケ、東大の友達とカラオケ行ってて10人ぐらい行ったんですけど、うん、7、8人90点ぐらい行ってて、で僕はそっち側じゃないんで居場所がなくて。下手なよ。下手ですね。何点ぐらい？75とか。はぁ、結構下手やな。騎士になるけど、でも声は結構出てるし良さそうやけどな。何が下手やった今日歌って？シトラスですね。わかります？ダイスの。ああ、ダイス最近流行ってるやつね、はいはいはい、あれ歌ったらなんか69点ぐらい。めっちゃ下手やん。ちょ、触りだけ、ちょっと触りだけ歌ってもらっていい？離さないって決めたから。曲知らんからわからんね。これどうなん？うまい？知らないです。続いてこちらの東大生に来ていただきました。東大生の個人的ニュース聞いてるんですけど、なんかありますか？なんか最近発覚したことがあって、はいはい、僕お兄ちゃんが4校目で今年就職なんですよ。モデルやってて。大学行きながらモデルみたいな。もともとやってて、はいはいはい、で今もう就職したんですけど、はいはい、結構本当に美容とかもお金使ってて、革靴が17万円革靴を履いてて、おー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 、化粧水も5000円の化粧水を使ってる。めっちゃ尊敬するかっこいいお兄ちゃんだなって思ってた。最近虫歯が26本あるっていう事実が判明して、上下で28本中26本虫歯。おもろ。全部の歯痛いんちゃう？多分ずっと痛いと思うんですよ。普通虫歯やったらな、右上痛いなみたいなさ。そう、ここ痛いな、あ、歯医者行こうかなのに、うん、26なんで。お兄ちゃんちなみにどういうお仕事するの？お兄ちゃん、あの、理系なんで、機械を修理する会社の。まず自分の歯修理してほしいなっていう。僕、長通ってる。え、マジ？何歳生？74です。74、6個下だ。イタリア語の先生がイタリア語しか喋ってくれないから何も理解できない。グラッチェしか知らないのに。イタリア語でめちゃめちゃ喋りかけられて。なんていう先生？ダニエリ・ダニエラ。ダニエリ・ダニエラ。めっちゃかっこいい。ダニエリ・ダニエラ。はい、ダニエリ・ダニエラっていうの。名字と名前一緒やん。イタリア語しか言わんねや。はい、意味わからへん。意味わからないし、向こうの先生も例えばフォルマッジオってチーズって意味なんですけど、フォルマッジオって言って、これ日本語で何って聞かれて、僕はチーズって答えたら、それメモして僕らから日本語を覚えようとする。ということで続いてはこちらの東大生です。あの僕東大生とは珍しくコンビニバイトしてて、時給907円ぐらいなんですけど、4月の月給が12万円いきました。単純計算で120時間コンビニで働いたら。はい、そうです。なんでそのコンビニのバイト入りまくってるんですか？楽しいんですか？
まあ、楽しいのと普通にちょっと断りきれないっていう絶対後者やん絶対断れてないだけや楽しいわけないやん。いやでも僕大学友達いないんでコンビニだったら嫌でも話せて結構友達とかできるんで。なるほどなるほど。友達おらへんくて、はい、人と喋りたくてコンビニバイトいっぱい入れちゃってる。はい、そうです。ちょっと見てこれ、ここ見て。俺は無理ねえ。全然違うやん、お前。友達おらんだけやん。友達できなすぎて、こて出せて買ったんですよ。はい、でもやっぱり欲しいんや。はい、ここでさ、東大生に向けて募集したら、ツイッターやってるんでぜひフォローしてください。こちらの東大生お二人に来ていただきました。最近あった個人的ニュース聞いてまして、あ、一番だったらルフィがゴムゴムの実じゃなかったことですか。めちゃめちゃ僕びっくり。え、なんでそれ言うの。今ダメに食らって一番びっくり。最近では一番。え、ルフィってゴムゴムの実じゃなかった。あれゴムゴムじゃないですね。え、全然ゴムゴムじゃないし。今までのゴムの能力はじゃあなんで使えてたの。あれはゴムが使える神みたいなやつの能力なんです。人人の実なんですよ。ほう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 。人人の実モデル太陽の神ミカなんです。理解できない。ネタバレ食らったんじゃ見てる人大丈夫かな。いや結構前なんですよ、それが分かったのが。ああそうなんや。まだ知らないやつは大きないんで。ああじゃあ今日木曜やっけ。木曜です。今週何回大学の授業散った。8です。え？だから木曜日までの12コマ中8個切ってますね今週。調子悪いんですよ。やばいやん。ほんまに。これは来れたん？いや夕方なると動けるんですよね。そっか。皆さんジョンマンちゃんを助けてあげてください。お前助けてほしい。何組？分散7組。分散7組のみんな助けてあげてください。彼氏募集中。彼氏募集中。彼氏できたら。あ、いけるかも。来週から頑張ります。頑張ろうか。